<laughs> はい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 ,いせいシャニマスの生放送見ますニコ玉でやってんじゃんツイッターライブって何 え新作ゲーム制作発表会なのあれおはよう。おはよう。おはよう新作ゲーム制作発表会なんだけど、罠にはめられた。いつの間にか名前変わってた。ねえ、完全なる罠ワーナーブラザーズ。 あれじゃないんだ。なんたら、普通になんか、5周年記念。ミニライブは、1日、1時間後の別枠ってさっき誰かのコメントあった。へえ。ー。そうなんだ。まあ、いいや。見よっか <coughs>。なんか、びっくりね。シャニマス新しいゲーム、出るらしいね。 びっくりじゃないなんかすごい。どこどこを映してんのこのカメラは。何かの。アビスかもしれない。これはもしかしたら。アビスの一部を映しているのかもしれない。ああああなんかさ。昨日なんでゲームなかったんですか寝てた。マジで。クソ寝てた。本当に。 眠すぎた昨日は。ほんと聞いてよ、昨日眠すぎてさ、あのー、帰りの電車で、俺寝てた、寝ちゃったの。で、俺、自分の、俺が、あー自分で言ったの。<laughs> 俺、それで起きて <laughs>、俺、自分の寝言で起きたの、うるせえと思って。あーって言って。 俺、寝言で、それの前ももしかしたら言ってたかもしれないけど、それで起きて、あ寝てたと思って、起きたらみんなこっち見せた。超怖かった。聞くだけで共感性精神やばい <laughs> みんなこっち見せた。マジ気まずかった。ああ、ああ、すいません、みたいな感じ。いやー、すっごい、それぐらい眠かった、昨日は。外で寝言を言うぐらいには。 あれなんか喋ってる。デルステで SSR で SS 衣装を見放題のキャンペ、えーンしった。なんか喋ってる。おん女が。これ何あれかなそっか。会場あるんだっけこれ。これそっか。集まってやってんのか。 いつものは寝てたって言えよってどういうことでさ、俺、その、いろいろ朝さ、これなんか、ツイッターのトレンドにさ、シャニマス新作ゲームって入ってたから、新作発表会とかをまず現地行った人かわいそう。いや、かわいそうじゃないでしょ。だってライブとかはあるんでしょで、なんかあの、朝さ、シャニマスのゲーム、新作ゲームみたいなさ、 ツイッターのトレンドになってて、え俺が昨日寝てる間に何があったのって思ったら、なんかリークがあったらしくて、昨日かなんかに。普通にライブもこの枠かななんか、昨日かなんか、どっかの介護外国のサイトかなんかでリークがあって、それが本当かどうかわかんないみたいな。なんか、もめてて。例の韓国のサイト。何例の韓国のサイトって。<laughs> それで、俺笑って、 それで結局、なんか、この、今日、生放送やりますよ、みたいな、今日、新作ゲームの発表会の生放送やりますよ、みたいな、なったっていうので、俺 <laughs>、前のそのトレンドでさ、話題のツイートみたいに出てくるじゃん。それでめっちゃ笑っちゃったのがさ <laughs>、なんかあの、<laughs> こんな、シャニマスが、アイドルマスターが、こんな、あの、しょぼい CG で音ゲー作るはずがねえだろ、みたいな <laughs>。 だからこれはコラ画像だみたいな。<laughs> ツイート見て <laughs>、あれじゃんと思った。あの、キヨの顔がバレたときに、鼻から下がコラ画像だって言われてたのと、時と同じのを感じた。やっぱよく危ないよね。そういうこと言うの。キヨの顔だ、あの、顔バレんときに、信じられなかった、キヨファンが、鼻から下が、 あのコラだって言われて <laughs> 一番傷つくのがキヨ本人っていう分かってんですってんだろ <laughs> でもないやだなーやりたくない俺も音ゲーだししかもなんかリークで見たけど画像そこでこの画像は何なの分かんない今カメラがどっかにある リーク見たけど数年遅い。最低でもデレミリレベルの 3D じゃないと流行らん。s ング g for p r i デレミリレベルどうなんだろうねでも動いてるところ見てないから結局画像だけじゃわかんなくない <laughs> やらなきゃいいじゃん。嫌だよ。好きなコンテンツやらないなんてことはできねえよ。俺シャニマスが一番好きなんだから。今。昨日秋葉に行ってさ、あのー、なんか21日かなんかに、 1>, 1週間ぐらい前に、あの、秋葉の、あの、あ,きあのアイマスショップに、あのひななのフィギュアが、あ、フィギュアじゃねえや、ひななの、あの、ぬいぐるみが入荷しましたよっていうツイートがあって、21、1週間ぐらい前に。で、それ欲しいなって思って,て昨日見に行ったんだけど、売り切れてたから、やっぱひなな人気だわ。<laughs> でノクチル全員売り切れてた。あの、ホークラだけ残ってた。あのぬいぐるみシリーズって結構すぐ売り切れちゃうのかな欲しい。チョコちゃんも売ってたよ。あ、チョコちゃん買えってこといやでもまあ、グッズ買うのはひななだけでいいかなっていう。<laughs> ぬいぐるみ欲しかった、めっちゃ。ひななの。悔しい。で、 なんかどっかで売ってねえかなと思って全然売ってなくてなぜかメルカリで低価で出てたデレステ出てもモボマスしかやら,やらないないもいっぱいいたんだしいやーそれはでも苦しいなやっぱきだって俺の知らないひなながそっちにいるってことでしょそんなん嫌だよお始まる俺の知らないひなながいるなんて考えただけで嫌だ俺はひななのすべてを知らなきゃいけない よいしょ。お始まってるね。集まってるね、オタクたちが。普通に演座畳みそう、マジで知らないシマむや桃子はいいのかいや知らないシマむや桃子いねえじゃん、だって。脳ハゲ。いやいやとは言わないけど。<laughs> まあまあ。まあまあ、結構。 なかなかどうしてな。いません。始まる。なんかピント合ってないね。 あ、ライブから始まったおいあしかもライブでやらなかったフィフスライブであこれ違うか新曲かいきなりライブから始まったん <laughs> あ音下げられた なんで声優の盾って言われてんのみんなそんなに嫌なのシャニマスの新作ゲームが出るのがスマホゲーだと夜いっぱいでできないあソロのス,ステラの全体曲かそうか手回しで喜んでるやつにやそうなんだなんで俺だけじゃおじさんこんばんはこんばんは 懐かしいなこの曲そうかそう言われてみればオートライブ機能があるかどうかなあとパソコンでできるかどうか携帯じゃやりたくない <laughs> へえみんな喜んでないんだなんでおうじどうも。 音ゲーなら無理だろ確かにシャニーピーってめんどくさいやつもあ,あとだからあれでしょサイド M 終わったタイミングでだからってのもあるでしょ多分あそうじゃなくて普通にシャニーピーがキモいってことおとけできないじいさんばかりか まあ、なんだろうね。だから、シャニーはもう、ああいうノベルゲー的な感じで、それとお気持ち言ってる人いたら、まあ、それはまあわからなくもない。<laughs> それ可かわいそうだと思う。普通に。音ゲーから入ってきた新規イランとか言ってた。終わってるわ。だから、アイマスはダメなんだよ。そういう排他的なね、じじしかいねえから、アイマスが流行んなくなった。原因の一つ。<laughs> デレステがどれだけたくさんの人を連れてきたか。 俺もしかり。デルステがなかったら絶対やってないもん俺、アイマス。<laughs> むしろモバマスはやってなかったしな。そんなやべえやつはいっぱい,いね。前声がでかいだけだろうけどな。この曲いいな。なんか、ちゃんと、ちゃんと聴いたの。初めてかも。 V のやつが軽空気になる髪型ポニーテールのひとみちゃんひとみちゃんかわいいねまのちゃんの声優さんいいなあの距離でライブ見れんのでも多分批判的な意見 言ってるやつも少ないでしょうしいでしょ普通新しいゲーム出たらずっと言ってたじゃんシャニマスが音源になったらいいなって <noise> 批判的な人はもみんな不安ではあるそうなのなんで不安の要素なくない <noise> 窓ガイセンターね わ、連続した。ああ、今日、今日のライブは終わりです。いや、不安、俺全然不安の意味が分かんないんだけど、何シャニマスのなんか、何かが壊れるってことシャニマスのそういう、んていうの崇高な部分が、意識高い部分が。いいよ、少しぐらい意識低くて。高すぎるから。ライブ終わります。ありがとう。 直前に M ステしてたからなるほどバンナム内政の音ゲームで音ゲーでまともなのがないああなんでそのさ終わる前からなんか出る前から不安になってるやつがいっぱいいんのまあそれはそれこそ嫌かもしれないけどさなんかその不安なのかもしれないけどまだ出てもないしやってもないのになんでそんな不審めちゃめちゃ髪毛が出てくる可能性あるだろう 見てから見,ろ見てから考えようよ、まず。<laughs> モバマスとデルステで結構整合性取れてないから、それ見て不安。あー、なるほどね。それは分からなくもない。クラフトエッグが作ってすべての人を騙させたとしてある。何クラフトエッグって。すごいゲーム作ってるところフロムソフトウェアに作らせよう。<laughs> これのさ、振り付けバージョンとか結構レアだもんな、多分まあ、そっか、設定とかストーリー、まだ内政とも限らない、そうだよね。バンドリプロセガ作ってるとか、えー、すげえ。でも、最近のゲームのな、3D ゲームって、クオリティ俺。 だってもしバンダム内政だとしたらさ、あのサイド M のクオリティで MV 作ってくれたら俺もう泣いて喜ぶよ。サイド M の、M ステの、あの、唯一の懸念点は男だったことじゃん。<laughs> 俺がやってない。あのスレディア内政じゃない。あ、そうなんだ。え、だって M ステって内政じゃないの 3D だけ害虫だったってことじゃあそれでやってくれそれだとあゆみにがっかりする <laughs> 確かに音ゲー興味ないけど 3DMV 見るだけにやってもいいそうそうそう,そう俺はそうだよデるステもそうだし右タもそうだし音ゲー嫌いだもん俺なんか昔デルステ始めた頃は結構新鮮でやってたけど楽しかったけどやっぱ嫌いだなって思っためんどくさい まあ楽しみにしようよ。って思っちゃうけどな、俺は。<laughs> 俺はめっちゃ楽しみ。音ゲーじゃなかったらここまで言われなかった。まあだからそのな、その意見は分からなくもない、その、本家シャニマスと、その矛盾、キャラクター設定の矛盾とかが生まれるんじゃないかとかは、まあ、まあ多分その分ね、あの、新しいコミュートが連打されるだろうから。 まあでも絶対音ゲーの方がなんか世間では多分やる人増えるだろうしな。アイマスの音ゲー難易度全部微妙だからそこだけ不安。ああ<ー>、そうなんだ。 まあ。エムマスとシャニーで合同事務所して、男女一緒にした先生よ。<laughs> それだけは許さない。俺も。唯一、俺は何でもまあ、心広く待ってあげるつもりだけど、それだけは本当に許せない。カオちゃんの人髪投げ。あの、カオちゃんになってからずっと髪伸ばしてたよね。確かね。だってファーストの時とかこれぐらいあったよ。髪の長さ。 M マスタよほど儲かってなかったんだな。どうなんだろうね。おとおしいって声めっちゃ聞いた気がするけど、まあ否定派もいるだろうけど。いや、だから声でけえやだ,だけなんだと思うんだけどな。俺は。どうせ声でかいだけでしょ。みんな。おじさんの。<laughs> ツアマスああ、あれあの、アーケードのやつだっけそうか、アーケードのやつで、俺の知らないひなのが出るかの、 可能性があるのか別に否定入いる人もやる人が増える減るわけじゃないえ多分シャニマス金それこそさかぐしプロデューサーこんにちはだよこんにちはあのすごいこうなってくると今までのシャニマスのなんだろうマーケティングというか VTuber に宣伝させたりとか の、なんか、ちょっとずつつながったかもしれない。これのためだったのかもしれない。ここで、その、今までちょっとシャニマス気に出したけど、まあゲーム、やるほどではないなっていう人間たちが多分今、結構いるはずだから、VTuber とか、ストリーマーにやってもらって、点と点が線でつながったかもしれない。ここでごそっとそういう層を、この音源に持ってこれたら、シャニ散歩だったらどうする,どう,する,ど,うするどういうこと に散歩去年ぐらいのブームの時におとぎあればなまあでもなんでこれフィフスで発表しなかったんだろう <laughs> できただろう絶対フィフスで ポケモンの歩くやつああシャニースリーピングにしてほしいシャニースリーピング「ソングフォープリムスダイムバイに商標登録してたって話題になってたけどここで来ると思ってなかったああ 1>, 1年前の川口の話の名前でした、本当にべて止まったなんか YouTube 調子悪いみたいなコメントあったニコニコで俺多分あのニコ生から封印されてるニコ生に封印されてるから。 ニコ生から出れないから知らないそれ以外のあれアニメの発表ってフィフスだった発表会っていうからもっと固い形式だと思ってたね そうだっけそうかじゃあまあいやでもなんかまとめてやったらでもあれか話題が分散しちゃうかアニメとゲーム同時に発表したらデイワンでさあでもデイワンの雰囲気でなんかそうだデイワンそうだデイワンのせいだろおいシャニマスデイワン考えたやつ出てこいよ話し合おう俺とデイワンのせいでなんか渋滞しちゃってるってことじゃないの デイ1でゲームデイ2でアニメとかあったら最高だったのに <coughs> それできたらな超よかったのになデイワン1 g フスライブ チャニマスの俺もここに呼べよ。 当てろよ。当たれよ。俺がなんか当たった謎のダム、カラオケダムの、社会に不満を持った顔してる。<laughs> 最後らしい。虹の行方やってくれ。ああ。あの指覚えてるのは川口だけだろ。行ったのが俺だけかもしれない。もしかしたら。うんうん カラオケダムにデレステの MV が実装されるっていうのを記念した記念ミニイベントに俺当たって行ったもんあの時一緒にいた視聴者まだ見てるか俺の配信 <laughs> あの一緒に行く人がいなすぎて前日に視聴者よよあの呼びかけて一緒に行きませんかっつって 行ったなんか全体写真に写ってたそう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 逆にそれだけ現地行ったことあるのが謎すぎる俺もよくわかんねえんだよねなんで当たったのか応募すらして覚えないんだけど当たってた応募してないのに当たってたあれだから今回のシャニマスも ワンチャンあるかなと思ったんだけど当たってなかったわうさんくさすぎて俺嘘かと思ったもん <laughs> マジで誰もそんな話してないしそう何する情報かなさすぎて詐欺とか言われてたそうそうそうデレステで過去のライブ衣装の投票やってるからちゃんとデレステやれよ大みそが実装されるえ,ー、え過去のライブ衣装ってあのライブリアルライブのってこと え、うわええでもそしたら俺えうわあれじゃないファンキーダンシングじゃないだミラーボールラブの衣装がいいなセブンスの衣装全部欲しいわかる 全部実装してくれ。それでいいよな。儲かってんだろ、サイ・ゲームス。あんなにいいアニメ作ってくれてありがとう。やっぱりいいものを作ったら感謝を述べたくなるからね。いいものを作ってくれればいいだけだよ。そう、こういうのでいいんだよってものを作ってくれれば、俺たちは感謝するから。無駄に、右斜め下、右斜め上の、 再現感謝は言葉じゃなく金額。確かに。まあ、いっぱい課金してるから。許してくれ。シンデレラガールズ最近課金してないけど。昔はしたし。許して。 天井何回もして前払いしてるからそう。島ま来たら課金せざるを得なくなる。いや、10連で出す。<laughs> 10連で出せばいいだけの話。 今無料連やってるえマジでえ、デレステシャニマスでやってるのは知ってるよ、実は。<laughs> デレステ、えマジで今だってあれでしょあの、ブラン始まったよね。これはログインしてませんね。 今日ブランのね、ガシャ実装なの知ってるよ誰が実装したかもさっきツイッターで見た。ツイッターつけたらちょうど、出てた。 音ゲーじゃない可能性ない新ゲームわっこの声は出た高山だうわーみんなやめようかな <laughs> みんなやめようかな 高山みんなやめようか。川口現地いたらブーイングしてた <laughs> <laughs> みんなやめようかな。高山出てきたから高山のことパパって言ってるコメンキマすぎてキレそう。なんか高山前に比べたら太ったな俺と一緒かストレスか。あんなでかかったっけ高山。 ョビヒゲあっヒゲかとだごひげしたよ。<laughs> <laughs> <laughs> 2年ぶりなんだサードぶりらしいプラニスフィア。 イヤモニじゃないパターンもあるんだ人数が少なかったらイヤモニいらないのかな愛されてるらしい高山は。 俺は愛してないよ <laughs> 俺は愛してない <laughs> 俺は許してない高山のことを悪逆非道の数々今までやってきた ノクチルのレン、え、限定 SSR のレンだって、コイトちゃんもあったから、俺引けたからよかったけどね、コイトちゃんも、ひなな、なにもうすごかったよ。<laughs> ねえ、窓どか、通る工場、ひなな限定、通る、ん違う、まどか、なんだっけ、あれ。 MVSSR、MV R ひなな SS 限定、ひなな MVSSR、コイトちゃん限定 SSR。どうなってんだよ今から現地で、おいなんだあんなに、ノクシロ連打したんだよ <laughs> アサヒピーは、まあ、アサヒピーは3か月連続だっけ新規 SSR が。 おトギエ作るのにお金が必要だったんだそんなギリギリでお金集めんの <laughs> すげえ新作ゲームは。 <laughs> 高山がリークを気にしてるでもリークってさ車内じゃないと起きない起きえないんじゃないのかな、うん <laughs> 誰かバンダムに敵がいるってことでしょ毎回外に何か出したときああまあだからそのスポンサーとか害虫とかああそうか通信とか解析したら外部でもできるえあそうかああだからあれかあのライブビューイングが盗まれるのと同じか 高山レジスタンス俺もそのうちの一人の可能性はないか大丈夫かいつの間にか仲間にされてないか危ないきたティザー PV 見せろコメント消そう邪魔だわ高山を持ち上げてるコメントしかないから消しますきたすごい 翼プロが CG になってる <laughs> あれしようあの成績桜ヶ丘のオープンワールドにしよう翼プロダクションってこんな雑居ビルの1階にあんのにしては部屋広いな部屋というか室内広いなあ俺の手あ,あまのちゃん えかわいいえかわいいすご爆裂にクオリティ高くない超かわいくない神ゲーじゃんなんならアニメよりいいかもしれないめっちゃかわいいすごいわすごいわーわー <laughs> うわ、すごい !MV 見せてくれ早く !MV 見せてくれかわいい早く、うわイラストえかわいい。何これあ、意識高そう、ちゃんと。誰よりも何よりもテンション上がってる。ちゃんとイラストの意識も高そうです。おい超かわいいあの、の手がすごい、指が。 指がすごくなってた、まのちゃんの。アニメとモデル一緒とかないリズムゲって書いてあったソンプリシャニプリなんて読むんだろうなんて略するんだろうね。 すごいめっちゃアニメより今である。確かに。めっちゃすごくない超クオリティ高かったで、キャラクター。可愛かったよ。ひよりちゃん超可愛かった。早くひなの実装しろあわロクのルを実装しろひなののコイトを実装しろ高山あああ、でもあんまり早く実装されたら俺のお金がないわ。やめてほしい。 出来良さげだったよねただ今の映像だとちょっとあのフレームレートダンス中のフレームレートが低っ芸だったのが気になったけど唯一気になったる気になるとしたらえこれだってさもしさあのニコノマのせいかなあの キャラクターをさ、これリアルタイムレンダリングだとしたらさ、デレステとかみたいに、キャラクターとかをこう、夢の、それこそイルミネの曲をさ、ヒナンナとかに歌わせるとかできたらマジで神ゲーだぞ。マジでキャ、キャ、キャ、ミゲー。 歌い分けまあ歌いきは別にいい「s o n g ォ p r i s m 来たよかった見てみんな俺新しい iPhone 入手済みです <laughs> 新しい iPhone を手に入れたので完璧ですリーク情報見てたなでしょデリミラインストールしないです iPad プロはすっごく遠くにあります、今。あの奥の奥にあります。立てかけてある。イラストめっちゃかわい綺麗だね。なんか、意識高そうな話してるわ。ちょっとちっちゃくね。めちゃめちゃ意識高そうなこと言ってる。ただ、ちなみにまだ使ってます。<laughs> まだ iPhone8 です、僕。 入れ替えてません中身 <laughs> まあ新しくしたって言ってもこれ12プロだけどね iPhone12 プロ2年前の作品でも俺からしたら最新代 シャニソンだってシャニソン使わない俺は高山の意志に抗うシャニズムカ口の盾てのええトゥエルブプロは再来年ぐらいの機種そうなんだよね <laughs> 閉じ込んだからシャニ,ソンシ,ャニ村リズシミュレーションリズムゲームだってへえ難しそうやめてほしいマージャンのゲームにしよう今からやめてシャニソーにしようソーズのソーでシャニソンじゃなくてシャニソーソーズ4プリズムにしようで中連ポートにしよう シャ,ニスロシャニ番外麻雀のゲームにしてくれできない俺は声ちっちゃくない高山もっと腹から声出してくれよ俺の自分の声がでかくて高山の声が聞こえねえ多分俺の配信見てるみんなもそうこいつうるせえなと思ってるはず 統合してくんねえかな今のシャニマスさっき音割れてたから音下げまくったあすごい小ガタがこっちに来ようとしてないあんなあんな距離感でみんな座ってんの翼プロダクションって思ったよりみちみちに座ってたな腹から声出し,ら出したら出したら文句言うだろ <laughs> 言わねえよ ラーメン屋みたい <laughs>。距離感がね。俺が入ったら隣の人にぶつかっちゃう。寝言がどうこういったらツイートの詳細を教えて、さっきも言ったけど、あの、電車の中で俺が眠すぎて、寝落ちしちゃって、座りながら。で、うーんって俺が言ったの。で、それで俺あ起きて、俺うるさいって思って。そしたらみんなこっち見せた。どいつみたいな。超恥ずかしかった。あす。 な笑顔でみんなに笑顔振りまいといた寝言を終わっててくさ <laughs> 何かうなりをあげてさ寝言録音アプリなんかつけてないでしょ電車の中でマジで昨日ありえないぐらい眠くてさこの歌を輝かせるのはあなたー歌わせよあアッコさんに この歌を輝かせるのはあなたっていう曲を作ってもらってどうせ iPhone8 彼氏の声高山の3倍でかい <laughs> でもさ緊張するよね人の前に立つって俺立ったことねえからさ人の前に このの衣衣装装は何の衣装新衣装なんかまたこれもさあのあれみたいじゃないミリオンのライブの衣装みたいに今までの服全部合体してるみたいな衣装だったりしないノクチューの最新衣装に似てる思った iPhone 用にいろいろ買ったんだよね。あ,あのさ iPhone 用にさいろいろなんか Amazon であの iPhone のカバーとかケースとか買ったらさなんかありえないぐらいバラバラに来たんだけど何なのこれしかも全部同じタイミングで来たんだけどなんでこれ全部こんなバラバラで来るの全部まとめてくれ同じタイミングで来るんだったら別のところから来たのかな 箱開ける楽しさがなの確かにシャニソンシャニソンスクエアガーデンかなしかもリークが前日っていうのがなんか意味深だよな あ並行してサービスやっていくんだ。並行しないのか、いい気がするけどな、俺。正直。終わりそうだったよね、今ね。話し方的に。これ何あ,あ。 カキも2倍に本当にそうこれ何保護フィルムだ保護フィルムってこんなかっこいい箱に入ってんのやっぱ新衣装だった 最近の保護フィルムってすごいねこんな頑丈な袋に入ってるんだニマソってなんだ知らない保護フィルムで一番上に出てきたやつ買っただけほぼガラスだからあそっか割れちゃうのか 両タイトル愛したいけど愛せないよ。お金がないんだもん。 これめめ、っちゃおすすみんなこの机の縁に貼るあのコードまとめるやつこれめっちゃおすすめこれがあるとコードがまとまりますいかがわしいやつなにこ,こんな形のいかがわしい何かある あ高山結婚したんだっけそういえば幸せ太りかってことはまさかめっちゃ綺麗だねこの絵高山サンキューしろ結婚してすぐ 3級だったらちょっとそれはそれで嫌だろ高山できちゃってるじゃんできちゃった結婚じゃんそんなことねえかなえめっちゃうまい意識高いままなのかな このイラストの感じとかは変わるのかななんかやっぱソシャゲごとに結構合いますってさ、デレーとモバもそうだし、あの、M と、あいちゃん M じゃねえや、ミリオンもグリとミリス下では全然違う感じあるけど、これはなんかあんま変わんないのかな なんだこれ。これなに。みんなアイフォンケースに。入ってた謎の。アイフォンケース。青。 なんか思ってたのと違うの背景がなんかスモークガラスだスモーク男なら裸だろまあでかいからねしかも俺の思ってたのに比べるとなんかおまけの iPhone 台ついてきたわこれのフィギュアみたいああ やっぱ意識はしてるんだ初期衣装のえー、いいね衣装のタイトル「ソングフォープリズムなのはいい好き最終回みたいでいいわやっぱ最終回のサブタイトルがあのアニメのタイトルと同じアニメは名作だからね それと同じアイドルのビジュアルだって見せてくれやカグチもタコライスカグチの配信してくれもうそうなったら俺の配信終わりだぞ最終回 すごいかわいいちょっと腕細いかな俺の好みではない腕の細さがもうちょっと太くてもいい腕なんか 3D ソシャゲのさ腕って細くなりがちだよななんでなんだろう動かしやすさとかなのかな 曲げた時におかしく見えやすいんかもああ太い分ってことね重なったところとかが重なったところとかがあれしづらいってことかなそれはありそう すごく、ね、6から36か月品質保証まあシャニマスの表現を大切にしたいって言うけど本当にそれが動いてる映像でできるんですか シャニマスさんうわアンティーカだえー、背景すごいね。 何ツールズこんなも入ってる何これすごくないたかが1 2 0 0円のあホほこり取りとかウエットティッシュとか入ってるたかだか1 2 0 0円のほなんの保護フィルムなのにすごいな ノクチルはうわああらあら春の失敗思想2枚入ってますしかもかわいいね小みこういう日常小耳があちゃんとあるんだったら春ための枠入ってるすごい ずれないようの2枚入ってんのい,いらねえんだけどなんで2枚入ってんのこれ <laughs> 1枚でいいから半額にしてほしいんだけどなんで2枚入ってんのこれ最近のってそうなのどうせ割るからそうなんだ で、なんか、かっ便,利便利そうな、この、なんていうの ?iPhone の台も買った。おしゃれな。これで俺はもう完璧。新 iPhone 生活、第一歩。うわすごい、前後感がある、コミュニ 込みに前後感があるでクオリティ 3D モデルのクオリティめっちゃ高いなどうやって開けんのこれめっちゃ切り刻んでるのに開かないんだけど かじったら開く奥行き…あっ開いた…開開いてなくない オタクがいるオタクが。よいしょ。うん、めっちゃクオリティ高いね、3D モデル。そのままっていうのがいいわ。なんかやっぱシャニマスは結構このキャラデザに重きを置いてる感じはあるね。あら、かわいいデビューライブ の手がやっぱちょっと心配だな手のひらが手のひらペラペラじゃないなんか手がちょっとあれだよね手だけ AI 可能性あるこれだけねこれだけですこれたが3000ぐらいしたんだけどねこれだけの動きをする iPhone の裏に貼る何かで 高くないもっともっとすごいと思ったんだけどおしゃれだから ここに、ここに着く。デビューライブからやる。ね、デビューライブって言ってるってことは、また、こっちはこっちだ。一つ、ストーリーが進むのかな間にくれ方が挟めるぞ。嫌だわ。挟みたくない。 こっちから,やらんしかやらん人もいるだろう、そうだよね。だから、俺で言う、その、モバマスやんないぜ、みたいなことだよね。でもさ、こっちでこ新しいストーリーが始まるってなると、またそれもそれで、どっちで。 こっちもじゃあ最初あれなのかな5ユニットだけなのかなえ全員出んの 26人ってどこまでルカ入りルカまでいんのじゃあ超かわいいすごくないか静止画だともうすごいね、うん、まあこれはもう ガチガチに気合い入れてるだろうけどうわーかわいいすごいなええじゃん「<laughs> 咲夜やせこれ何けやんねん確かにかっこよ いつやんだろうねアニメ化に間に合うのかなウマ娘システムにならなきゃいいけど発表から2年小顔だね 早くライブ MV1 曲ぐらい見せてくれねいかライブの MV うわーかわいいかわいい みんな顔ちっちゃいすんげえいや超 MV みたいなこれあらかわいいあら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 可愛かわいい立ち方がいいね横の顔口と比べるとやばい 本当にこれで動けるんですか あああああ朝日ちゃんがジョジョみたいな立ち方してる。朝日腰ああああめちゃ,めちゃ足長いなああ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  シャニマス衣装恵まれすぎだろシャニマス可愛いよ、ねまあやっぱ統一感あるからねそのユニットでもう早く MV 見せてくれる全ユニットのノクチュルノクチュルうわこいとちゃんちっちゃいひなのでっかいかわいいおお。超かわいい 超かわい,い小糸のサイズ感やばいね小糸ちゃん超ちっちゃいこれ本当にえあのトールのスカートとかどうすんの衣装の水感ああ確かにあのスカートライブ中の何ていうのこの物理演算でどうにかなるもんなの ひなの超かわいいよー<っ>わーすげえ,えこれほんとにこれほんと CG なのクオリティ高くすぎじゃないちょっと動いたときだよな実は手書きですパネマジの可能性があるからな ね、ふわふわのやつとか 3D だとどうなるんだろうめちゃめちゃ修正してる可能性もあるよこの画像で発表してその自分たちの排水の陣にしてるだけかもしれないうぅ <laughs> うわあ、ルカもいるんだ、すごーい。かわいい。あ、ルカの、ね、コミ見たい。ルカだけ私服、ああ、確かに、そういえば。 えー、すごーい動いてるとこ見せてくれよもっといっぱい。 まだあるらしいあカードイラスト差別化はあるのかそれともちゃんそのまま変わらずなのか意識高いやつシャニマスじゃないよ ああやば <laughs> え、うまあんまでもイメージは変わんない感じだね、そしたら。シャニマスの普通の。 どうせ課金させられんだよカードイラストってことは SSR なのか SR なのかうわーあでもこれなんかシャニマスっぽくないなちょっと違うのかなすごえうま なんかちょっと違うね。なんだろうね。塗りの感じやっぱ少なからず差別化すんのかなプロセガってこんな感じなの臨場感らしいよ。 汗かいてるあのばくそくトロッコストレイのあらあららららららなんか塗りが違うね かわいすぎるなんだこのええなにこのイラスト光の加減。なんか塗りっぽい。 塗りがど、なんか、シャニマスよりマットというか、気がする。画角はシャニっぽいそうだね。これ誰のカードアマナちゃんめちゃめちゃハズキさんメインだけど。地味にチキでかい <laughs>。いいとこ見てるね。 これで地域のカード攻めすぎこれで地域のカードだったら攻めすぎ馬のサポート枠えー楽しみ いいな葉月さんのこの、ここ、ここの乗っけてほしい、ここに。 SSR に関しては実質動くシャニーの方が上。そっか。SSR の P だと動くもんな、しありまマスゲームシステム来ためんどくさくしないでくれ。簡単にしてくれ。俺できないから。難しいの。何プロデュースパートリズムゲームパートって。やめてよ どっちかにして頭ぐちゃぐちゃになっちゃうから頭ぐちゃぐちゃになっちゃうよバンドリってこんななんかそうなの ほぼサイスター。へーサイスターに MV がついてるみたい。3D モデルがついてるみたいな感じかな。じゃあ。えへえ。ユニットで。めぐるかわいいね。みんなかわいい。ユニットなんだ。へえ。 俺、ユニット推しの人間だからいいんだけど。超やりたい、早く。いつですか、発表は。もう俺、こういう説明や。説明されても分かんないから、やらせてほしい、早く。 なかったことになるわけではないって言ってるけどでもさっきあれしてたよなファン数ゼロに原人がかみついてる <laughs> あ1じゃないからってことファン人数1じゃないとプロデューサーがいるからねえなんか待って超かわいい何あれお仕事おい なんだあのお仕事オフなんか本当にあれみたいだねそれこそアイマスのゲームっぽいでもこんな難しくしちゃっていいのかななんか音ゲッと音ゲーだけやる層が入るイメージあるけどこんないろんな要素があると 音ゲゲだけ好きな人間とかがやらなそうな感じはあるこれデイリーで自治化必須になるのかもしれんどうなんだろうね逆に音ゲゲいらないそうなんかどっちかにでいい気がしちゃうけどそんなことないのかなつよつよ SSR で組んだら適当でもいけるんじゃねまあオートとかあるんだったらいいけど 子は出さなければ育成不要どうなんだろうね育成して何の意味があるんだろうね すごい踊ってるプロデュースカードゲーム難しいよ難しいことが多いよ めぐりちゃん、あの、満タンに入ってるコーヒー、その角度で渡したら、多分こぼれるよ。差し入れとして渡してるんだったら、多分新品のコーヒーでしょ。その角度は、分こぼれると思う。気をつけて。わあかわいい。えー、星たちの出会い、輝きの始まり。 飲んだ後のゴミあっそれは嬉しい関節キスしてねってことでしょありがとう吸うわ食べるそのままもなかみていにまのちゃんめっちゃおっぱいでかくない <laughs> 3D モデルになっちゃうとまずいなあれな 86とかやばいぐらいでかかったねまのちゃん今メモリアルライブ いいらなくなくじゃあライブの内容も違うんだそこで音芸やるってことメモリアルライブで音芸やるのそんなことない音芸はいつやるの 一礼見せてくれるらしい。ははははっ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 すごいすごい わすごい, <laughs> わすごいめちゃめちゃすごいな手が気になるな。<laughs> わすごい何それ <laughs> わすな何これ <laughs> 思い出ボムじゃんかわいいえ待ってめっちゃすごくめっちゃかわいくない手もうちょいでかくてもいいな個人的にはすげえ動いててもすごいじゃん マノちゃんの、マ、ま、ノちゃんじゃねえや。メグルちゃん 3D だと、父でかすぎないかちょっと。わ、すごいわ、すごいあ、すごいめちゃめちゃすごいおいやったな、シャニマスかわいい。 あ、なんだ、そんな可愛いの。リアルタイムどうなんだろうね。これがキャラいじれんだったら相当すごいけど、MV で。でも、なんか、そんなにリアルタイムじゃないってなると、ちょっと、むしろ、低い、くなっちゃうぜ、クオリティ。リアルタイムレンダリングっぽい感じはあるけどね。 めっちゃすごい最高ですこんないいものを出してくれていいんですか,だかどのコミを選んだかでここの映像が変わってくるってことか。なるほどね。 めちゃめちゃ良くないめちゃめちゃクオリティ高くない楽しみこれやりたい早く明日出した明日実際のところは一回見たらスキップだぞってコメントがあった <laughs> 確かに それは言うな。彼 <laughs> 氏の基本語でいや、俺結構何回も、だって、ウマ娘のライブ毎回見てたぜ、俺。ウマ娘のライブ毎回見てるの、俺だけだぜ、だって。指がただ気になる。唯一。 いつ手先が気になるこうやって考えると右下の手ってすっげえクオリティ高いんだなと思うわ ルルカカの思い出も全部ルカ <laughs> 確かにさっき河野ひよりさんがめちゃめちゃ下がり眉だったんだけどあんなに眉毛って下げられんの俺素の眉毛上がりすぎじゃない あんなに俺眉毛眉毛下がらんお、でリ、リズムゲームパートおすごいうわむずい <laughs> 後ろブイだけ見せてくれプロセカとかガルパ たまにな,らないピューイーって何なんだろう後ろの MV だけ見せてくれ頼むからめちゃめちゃかわいいスキル発動ああまだスコア B だけど大丈夫 <laughs> サビ入ってもまだスコア B なんだけどあのスコアの表示ちっちゃくないなんかあのそのリークが出た時に言われてたわスコアの表示がちっちゃすぎてあのユーザーフレンドリーじゃないからこれはコラだみたいなあんなスコアが大企業が作るゲームの UI があんなに文字ちっちゃいはずがないみたいなゲームスマホでやるゲームの UI の文字があんなにちっちゃいはずがないからあれはコラだこんなにちゃいはずがない本当だよなおかしいもんなこんな小さいはずもないしあの 3D のクオリティも微妙だからコラだと思うそれ書き込んでたやつ どう思って今見てんだろう認められなかったやつリークを <laughs> AP 表示あるのオールパーフェクト音ゲーて大体あるでしょ <laughs> 今シャニースヘアンしてるはず <laughs> 本当にキヨの顔がコラぐらい笑った 高山の悪口言ってる俺じゃねえか難易度もあるんだこれで中間なんだ 5段階多くないだからあれか。マスタープラスとマスターとプロと、なんだっけプロの人ってなんだっけデレステ。あんま関係ないけど、これで難しいっての、老人が多いだなって感じてる。ゲーは結構若い人向け、なんかイメージあるよね。俺も難しいと思う、でも。得意じゃないから。 高山偉いいいこと言ってるなるほどだから5段階なんだでもどうせあれだろマスタープラスできないとイベントのスコアランキング1位は取れないんだろう 下から2番目ののっってて誰がやってんのプロとかギミー先生が毎日見る画面だっつってて笑ったどういうことマスプレイやった上でカード全部完単しないとダメそう理想編成じゃなきゃいけないしかもプロセカっぽいあそういうこと そんな似てんだ、プロセカと。まあ、意識はするだろうな。流行ってるゲーム。正直、流行ってるゲーム、真似すんのが一番だもんな。こういうソシャゲって。ギミー先生、裏垢でプロセカの絵しか描いてない。へえ裏垢っていうか、あれだろ。 ギミーそのシャニマスアイマスの話するときはあのギミマスアカウントでツイートするだけで裏赤ではないだろ個人赤でしょ普通にギミーとしてのこれ5人ユニットだとそうだよね重くなるよね お、新たな組み合わせできるってことはやっぱリアルタイムレンダリングだ最高それ踊ってほしい<あ>ひなな2000曲 <laughs> やったーリアルタイムレンダリングはでかいノクチュウいらんからひな声だけにですけひな声にしシーズンの曲歌わせよううわっ た高山見せてくれるねいっぱいさすがリークに負けないって言っただけあるわ見直したぞうん。すごいファーストの時のあれみたいだねあの後ろがわすんごいうわすんごい うわすんごい手からキラキラ出てるめっちゃすごいめっちゃすごいかわいい めっちゃすごいかほちゃん顔ちっちゃあみのキャラ撮ったんか似てるだけでしょ似ちゃっただけついすごいなんかいろんなエフェクトが魔法使いになってるわみんな <laughs> あのエフェクトいらなくない <laughs> あのエフェクト別になくてもいいなうわあマナちゃんかわいい消せるかな <laughs> すげえマジでクオリティ高いな <laughs> 感動してる うわあいいね終わりの構図、生きてる感じがしていいわ <laughs> 終わりあの <laughs>、斜め下からなのいいねシャニマスっぽいね終わりちょっと生きてるね、構図が。関係が求めてたものでいいねいいねめちゃめちゃいい言ってたもんな、あの、シャニマスっぽさを MV の中にも大切にしていきたいって。 ちゃんと 3D も生きてくれるた安心した。<laughs> めっちゃいいね。だってあれ大体さ、正面じゃん。最後のキメなんて。ここだよ 今まで変な案件とか投げてたのは全部これをカムフラージュするためだ,めだったんだろうかの隠したのかもしれないな。え、でも本当にあの、これ、あれだよな。今まででちょっと気になってた人間をだ出すタイミング次第ではかっさらえるけど、その配信者とか VTuber に活動者たちに 案件投げてた視聴者たちから気になってた人たちを髪型衣装と髪型あアイウェイアクセサリーメイクそ <laughs> しゃげ やばえじゃあポニーテールとかにできるってことひななツインテールとかおい課金しないといけないやつだよそれどうせ SSR についてくるんでしょ 入ってこれはダメだろう髪型頭と衣装変えられちゃダメだよセーラー水着も実装しよう高山しょうがないからアイドルマスター だから仕方ないんだ、高山。セーラー水着を実装しよう。仕方ない。それはもう、俺も本当は苦しいよ。でも仕方ないんだ、アイドルマスターだから。アイドルマスターの 3D ゲーには必要なんだよ。 なんかどっちかでもいい,い,いけどな <laughs> それだけちょっとなんかどうしたい,どうどうしたいのか分かんねえわパートが2つあるのかちょっとよく分かんねえななんかウマ娘みたいにもうがっつり MV は MV で割り切っちゃったらいいのにこのシステムにするんだったら リズムゲームだけ誰も褒めてない、まあ、正直リズムパートどっちかでよかったよなって思っちゃうだってプロデュースパートだとさ本編とか本編とか演座のシャニマスとかぶるしだったらリズムゲームだけでいいしプロデュースだけだったらプロデュースだけでいい気がするようなで MV で逆曲を強制的に聴かせるシステムは絶対なんじゃないえでもそれはああ MV でよくないこのプロデュースした結果のいつリリース予定が教えてくれたからまあお待ちするけどいつまで待てばいいか分かんねえんだよ待ってくれって言ってさ仏にして飛ばされるああ MV よってことか パソコンではできねえかさすがに待ってくれって言ってあの時間を教えないな時間を教えないやつなんていないじゃんやっぱりシャニソン俺のスマホだとやばそう俺もやばかったから新しいスマホを入手してきたあさってらいのまでは待つなちょっと待っててって言うやつでえいつなんのって言われていやわかんないけど待っててって言われて待つやついないじゃん 高山高山は待つのそれで河口がゲーム実況のスケジュール決まりのと一緒確かに自信がないんだな自分に約束を守れる自信が まあでも全員一周目の衣装はあったから一周目はギブミーサムモアを入れてくれ何より全部入れてくれでもコナミは殴り合ってんの この日和さん神長背筋いいな声優さんパワハラ上司を消化器で殴ったニュースがあった <laughs> <laughs> いいね いち早くえデモマンベストプレイのゲーム実況していいですかそれ触りたいおい生かしてくれ俺の意見

ピーカップ上位者限定俺もでも当時チョコちゃん12位ぐらいだったし俺は受かれよ絵も描いてるし配信もしてるよウロボロ探しので申し込もうカラセサも参加しそう この間も課金もしたよね。いっぱい課金もしてんだ、ね、よ、シャニマスに。ねでも、高山の文句言ってるアーカイブあるからな。ああ、ごめん、高山、許して。なんかあの、あれらしいね。グラブルの、プロデューサーに悪口言った人が、ブロックされて、グラブルの配信をするの禁止されたっていうまとめ見たよ。 だからあんま俺も高山のこと言えねえ最近恐ろしいだから高山のことあんまり言いすぎたら俺も配信禁止されちゃったらこんなに好きだから俺はごめんごめん許して高山好きのだから裏返しなんだって今日も高山出るなら見るなやめるってさしっ 好きだよ高山見てる好きだから強く当たっちゃってんの男の子ってみんなそうじゃん出た瞬間文句言ってた宝石うち高山違反集作られちゃったらもう終わり完全に終わり、ね、やっぱ好きな子に意地悪いじわれってしたくなっちゃうじゃん違うの俺は高山嫌いじゃん高山はなんか あがめたてまつる環境が嫌いなの。やっぱ高山、やっぱ、可愛いい子には旅をさせるじゃないけど、谷底に落とすみたいな、そういうことだよ。我が子を谷底に落とすのと同じ気持ち。あんまり甘やかしちゃいけないの、高山は。いいものを作ってもらうためには。それだけなの、俺は。あと限定連打するのやめてほしいだけなの。それだけなの。俺は。 俺がいつも言ってるのは。うーん とちゃん入んねえかな出た、推しの子、コラボ。どうコラボって何どういうこと でも、どんどん誰かが刺されて死ぬやだよ大石が新曲作ってくれる熱いアクアの紙ってあそこあんな短かったんだあんな刈り上げみたいになってんの こ,れ推しのこのシーンは見た見てない気がするもう上がってる <laughs> わがままなままなままひなな ひななのぬいぐるみ本当に欲しいんだけど、どこで手に入んのあ、これ、まどかの人が喋ってんの。声かわいい。メルカリかなあの、メルカリにさ、定価で売ってるやつがいいんだけど、あれ何がしたいの秋葉の山ショップ売り切れさ。 メルカリであ,あのひなたの,のぬいぐるみ低価で売ってる人がいたんだけどなんで買うか迷ったマジで在庫処理なんで低価で未開封新品未開封売ってんのって思うでもぬいぐるみとかって中古で買いたくなくないいくら新品未開封といえどもしかしたら中に盗聴器入ってるかもしれない 本当に買えないな人に届ける成人成まあ、あれか、あの、秋葉のアイマスショップとか、名古屋のアイマスショップ、福岡のアイマスショップって、アイマスショップ3つしかないからね、確か。かそれこそね、東北の人とか手に入んないから、そういう人のために。優しい。じゃあ、俺が買っちゃいけねえじゃん。 1> 第1弾。やだな、第1弾。どうせあれだろう、このイラストシート、全部セット、16枚セットのムビチケ、16枚セット出るんだろう ?5 万ぐらいで。 各地に買ったたぬいぐるみ盗聴ししになりそううるせえなーっつってありえるマジでひなのぬいぐるみ欲しかったあれ人気なんだなすぐ売り切れちゃうんだな1週間前に入荷しましたって言ってたからまあ売ってるかなと思ったけど全然売ってなかったわ このミニぬいぐるみもね、売り切れした。ライブで再販すんのじゃあ、物販行けってことあれ、毎回ライブ売ってるすげえ欲しいんだけど、あのぬいぐるみ、可愛いから。 もっといっぱい売ってほしいあのぬいぐるみ翼プロダクションショップにも売ってたのかな、まあ、あとはゲームの出来っていうかゲームのどういうゲームか次第だな今のところめちゃめちゃ良さそう期待値は高いハードル上がっちゃってるよ あとはゲームシステムがどれぐらい面白いかだよなシャニソン始まったらエンザやらなくなりそうそれが怖いよねゲームがいくつもあると他のアイマス全部切らなきゃいけなくなっちゃう デレもミリもエンザのフェス画面に満足できなくなりそうそれは別に今も満足しないから大丈夫だよキルも何イも,もうすでに首の皮一枚だろ <laughs> まだでもつながってるだけマシなわけよつながんなくなっちゃったらもう 直すことすらできないからポニテルかわいいな基本キュたまにつながる <laughs> 確かにいやでもマジでクオリティは高かったな本当にゲームがどれぐらい あれするかゲームのめんどくささがどれぐらいあるか シスの新アプリ始まってしばらく経ったらエンザのシャニマス終わりそうなんかさ統合してほしい本当にできるあのアプリにまとめてほしい,いややこしいからでもシャニソンが出たら新曲とかももっとコンスタントに出たりするのかなそれこそシャッフル楽曲とかユニットシャッフル楽曲とか いっぱい出たりとかすんのかな ?MV のクオリティ的になんか高かったからあんま連打する感じではないのかなリズムゲームって言っても今のところ100曲しかないからすぐストックなくなる100曲もあんのもうシャニマスってまあでもソロとか含めてだもんね 空抜いたら25曲マイナスでしょだってって考えると75曲とかだもんねでライティングとかめちゃめちゃ手こ込んでたからどうなんだろうね カバーとかしてもいいなあそれか新曲やっぱり連打してくれるそれこそコイトちゃんとねリンゼちゃんもうコロナなくなったの昨日秋葉行ったら232億人ぐらい人いたんだけど アイマス。空き場人多すぎてもう嫌になっちゃった。昨日。コロナとか死後で。昨日マジで空き場人多すぎて嫌になった。前に進めなかったもん。あの、アイマスショップに可愛い女の子いたからナンパするか迷ってたけど。 シャニマス新作ゲームでツイートしとこうそうすればもしかしたら当たるかもしれないシャニマス新作ゲームでツイートしないとぜアカウント使おう よしやっぱウロボロス高橋でやっぱ絵師アカウントは結構そういうあの抽選しやすいって聞くからね絵師のアカウントは結構ねそういうなんかあのなんだっけあの色紙とか当たりやすいって聞くからやっぱ俺もウロボロス高橋でツイートしとこういいもの見たわ これはいいもんでした。本当によかった。ちゃんと間に合って、このライブ、これを見る。絵描いてないで、石田どうれすか一応描いてますけどこの間もアミバ描いたし、アミバ描いたせいでシマムー間に合ってないけど。ちゃんと絵描いてないからな。やっぱ直樹も怒ってたよ。ちゃんと絵を完成させないやつは、絵が上手くなりませんって。<laughs> 直樹も怒ってた。 いやめっちゃ良かったな、これ。マジで見て良かった。間に合って良かった。パチンコ打ちに行こうかなって思ってたけど、昼間。ちゃんと寝たから、俺、昼間。お昼寝して良かったわ。前評判は覆した。まあ、どうなんだろうな。戦えたら戦うから。関係ねえよ。で、マジで楽しみになった、これは。<laughs> ただ、できる限り、あの、あれはしたくない。 できる限りあの新しいゲームは増やしたくないのでまあどれぐらいやるかは分かりませんけどめっちゃ楽しみではあるあの髪型変えたりできるやつがちょっとね楽しみすぎるそのツイートもしとくか 課金だぞいいよ、課金するよ,よし、オッケー。<laughs> これでコビは売れ,売れ、売りましたと。ウロボロスタガシでツイートしたことで。これでコビは売ったので。あとは。 あれだ,よね、だって俺絵描いてて配信もしててコビも売ってるんだから俺がその選ばれないのおかしいでしょ絶対選ばれますでもそしたらあれか何だっけあのあやっぱ2次会番組に俺もエントリーしようかなでも高山ヒアしてるからな全部マイナスになる あれと一緒だわそれ条件がシグレウイちゃんと一緒配信もしてて絵も描いてるあっちの方が上手いしかもプロでもそしたら、ね、おかしいよね闇を感じるようなシグレウイちゃんがやってたら8000人しかいないのになんで選ばれてるんですかでも逆にそういう人達ってあの難しそうだよね ちゃんとあれしないといけない応募しない応募でもさちゃんともしシグレウイさんがちゃんと応募して当たってたらさそれはそれでなんか闇を感じるとか言って叩かれそうだから難しそうだよねそういう人にはもう直接体験会のその8000人以外で体験会の あれをチケットを渡した方が良さそうだよね。あ、すごい。もうこれがもう変わってるイラストがヘッダーも変わってる。2.6万人フォロワーいるよ。すごくない？ あれなんでわっこし何見てんのシャニマスの新作発表会。今日できたアカウントなのに。チャニマスの <laughs>。チャニマスの <laughs>。チャ, <laughs> ャニマスのソング4プリズム公式今日できたアカウントなのに。あれ ?1.4 万人。あれまずくない VRive。マジで誰も楽しんでなくない ?VRive。VR ライブ <laughs> いいこと一つもなくない ?VRive、VR ライブこれ。ちょっと。大丈夫か ?VRive。心配だぞ。歌ってみたちゃんと、あ、見たよ。h ロでしょ。いや、違う。VRive じゃないです。このシャニマスの新しいゲーム、音ゲーが出るらしいんで。 テストプレイ参加のご注意事項配信はしていいですかあ見れるぞみんなもう一回見ようみんなのに帰ってきてもらってえっペ <laughs> サンビン ビバンバン今始まるマルキタポンルルルルルルまっていたよね何タイトルをとぎやらせるなんだよ本当にそれでもクオリティめっちゃ高い高ピョだよすごい すごくないこのさシャニマスのやっぱりイラストっぽいまま持ってきてるのがまたたまんねえな <laughs> シャニマスの絵柄のままちゃんとねっシャニマスの絵柄のまま持ってきてるからなシャニマスやらなくていいですかねまあシャニマスこっちだけでいい説出てくるよなアニメはこれれ超えられるのか そうだアニメの前にこれ出しちゃったらアニメがこれ以上じゃなきゃいけなくなるからなさすがに超えられるでしょえみんななんか交渉よりおっぱいでかくない口ってこんなおっぱい大きいの足が長すぎないかもっとでタクシーをかほちゃん本当に小学生ですかカホちゃんすごい スポットトライトャーまあそれはいつ出ますとは言わな,も言わなかったねそういえば、うん、<laughs> あくまでこれ開発中だからな、これ以上になる可能性もあるまあそうだね、アニメでこう話題になって、その後にちょうどやるみたいな。 馬娘ができなかったこと今歌い終わったとすげえ口パクパクしちゃったなんか窓ちゃん何だ <laughs> あれあの何を言ってるんだろうノ、ま、ちゃん <laughs> あれかな音を全部反応しちゃってるのかなすげえ窓が全然笑ってない 翼を広げても歌ってるんだろ、ね、<laughs> 口パクなんだろう。口パクだよな。どう考えても。でもすんごいマジで。超クオリティ高い。楽しみこれ。<laughs> テストプレイいつからいつまでだったっけ？ライブでよくあるマイクオフでエモいこと言うやつ。ああそれね。<laughs> 参加も来てるぞ。えっとね、募集期間が4月29日から。 5月7日開催期間が5月19日から5月23日どうやってやったらいいのアイドルマスターズ内お知らせより申し込み受付中申し込みます忘れる前にーいやーもうここに来るのも最後ってことかじゃ <laughs> ーーエンザ版もお別れってことか今までありがとうエンザ デモ版テストプレイの参加者を募集します。ご応募いただいた方に。テストプレイで遊べる内容を抜粋してご紹介します。アイドルのプロデュース。開発中のプロデュースパートの一部がプレイいただけます、うん。リズムゲーム。テストプレイでは正式リリース版に向けて開発中のリズムゲームの一部がプレイいただけます。ね、馬娘もそうだったん、ね、でえば <laughs> ありえるよ。 ゲーム実況はして、配信ゲ、実況配信はしていいですかなんか言われてたね。iPhone XS 以降、危ねえ <laughs> よかったー俺 iPhone8 だったから、よかったー入手しといた新しい iPhone。危ねえ。あ,ぶねーあしかもタブレット端末は今回のテストでは対象外らしい。 iPhone でご参加の場合 Apple 社が配信しているテスター向けアプリ<え>テストファイトのインストールなんかがあるんだへえ <laughs> めっちゃめっちゃあのいろんな何かがあっても絶対に叩かれないぞってもう書いてありますからねっていうぐらい絶対に何か不具合が起きたの全部書いてありましたよって 言うため,にめちゃめちゃいっぱい書いてあるうーんゲーム実況はしちゃダメかなダメって書いてないからいいってことにしない 応募,する応募します。 え、アンケートかけて。性別を教えてください。男、女。答えたくない。答えたくないじゃないでしょ。いろんな性別があるんだから。今はもう。年齢を教えてください。えー、恥ずかしい。あなたがステストプレイに参加する際に使用する端末の機種名。<laughs> iPhone8 がないんですけど。iPhone8 が。ね絶対に許されないらしい、iPhone8. デモ版テストプレイの登録 iPhone3GS は iPhone3GS はいけるらしい登録連絡やお知らせを送付するメールおい頼むぞゲーム実況者のアカウントだぞタコライス 03-gmail.com あなたは普段どれぐらいのア,アンケートなかったどのくらいの頻度でスマートフォンやタブレットのアプリゲームを遊んでいますかほぼ毎日でしょう えっえあなたは一日のあたり <laughs> どのくらいの時間スマートフォンやタブレットのアプリゲームを遊んでいますかうすぎる。わら。15分以上30分未満 <laughs>。それぐらいだよな。いや、15分未満かな。<laughs> ちょっと持っとくわ。 あんたは毎月どれぐらいのお金をスマートフォンやタブレットのアプリゲームに使っていますかえいくらぐらい使ってる ?1 万から3万ぐらい使ってるよね ?3 万以上はさすがにないかな最近は。最近課金するの押さえてたもんな。1万から3万ぐらいか。年間でいや、一月で。えー。 スマートフォンで食べれたアプリゲームのあなたが好きなジャンルは何ですか以下か,から選んでください。MMORPG、スポーツ、レース、ストラテジー RPG、アクション RPG、パズル、ローグライクゲーム、タワーディフェンス、FPS、トレーディングカードゲーム、シューティング、マージャン、育成シミュレーション、<laughs> マージャンだな、育成シミュレーション、育成シミュレーションやってる、シャニバスね、えー、シミュレーション RPG、プリコネ、へ こんな具体例出していいんだね。それぞれに具体例が書いてあるけど。<laughs> プリコネ、ブルアカ、FGO など。位置情報ゲーム、放置系 RPG、リズム、音楽。<laughs> <laughs> プリコネしてないだろうが。や,やってないやってない。だからチェック入れてない。育成シミュレーションとリズム、音楽のみ。アイドルマスターしかやってねえからな、言うて。あなたが嫌いなジャンルえ、音楽 <laughs> <laughs> 音楽ゲームやってるけど、音楽ゲーム嫌い。えわらわら。あ。あなたが好きなジャンルは何ですかだった。あなたがプレイしてるジャンルは何ですかじゃないのか。あなたが好きなジャンルは何ですかだったわ。じゃあ全部好きじゃねえわ。ソシャゲ。ソシャゲ全部好きじゃないです。 それに関しては <laughs> で嫌いなジャンルは確かにいやアイドルマスターが好きだからね嫌いなゲームは音ゲーリズム音楽ゲーム <laughs> これ正直に書きすぎかないいでしょでも仕方ねえよな えー、あなたはアイドルマ,マスターシャイニーカラスがどの程度好きですか好き好き好きやや好きどちらとも言えないあまり好きではない好きではない好きだろいやそうだよねでそういう人を満足させれるゲームがどうかっていうのをやっぱり試すために俺がいるわけ以下のアプリゲームについてあなたの当てはまることをお答えください ログイン場合のみの場合も含めてお答えください。なるほど。えー、デレステ、えー、直近2ヶ月以内にプレイしている。はい、してます。ログインのみの場合も含めてって書いてあるんで、安心してください、皆さん。えー、ミリ右下、してます。プレイし、2ヶ月以内にプレイしてます。シャニマス、プレイしています。えー、バンドリ、してません。ウマ娘、<laughs> ギリギリ2ヶ月以内にログインしてるかねえ、俺。<laughs> めちゃめちゃ意識してんな 以下のアプリゲームになな、今のアプリゲームに、ついて,ターボ育成して、あ、ターボ育成して、あれ2ヶ月以内バンドリー、ウマ娘、プロセカ、プリコネ、FGO、ブルーアカ、ヘブバン、ニケ。え、プリコネログインしたでしょ、多分。めちゃめちゃ意識してないこの直近の。ここにニケって入ってくんのなんかニケ最近ハーフ、アニバだったらしいね。びっくりなんだけど、俺、ニケ。 出てから半年経ってるっていう事実にプリコネ、ね、ギリギリどうだろう無料充連とかなかったねっニケ結構なんか盛り上がってるよねブルー赤一応ログインしてるなじゃプリコネも入れとくかミリ、えー、デレステミリシタシャニマス えー、ウマ娘、プリコネ、ブルアカ。ニキアはさすがに2か月以内にやってないな。何このアンケートえー、っと。ちょうど今クラバトやってるからログインしろえあ、プレイしたことがない。バンドリプレイしたことがない。えー、プロセカプレイしたことがない。 FG をプレイしたことがないえヘブ版プレイしたことがない 2K プレイしたことあるは直近2ヶ月以内にプレイしたことはないとあ、OK、以下のアプリゲームについてはあなたが今までに累計でプレイしていた期間を教えてくださいデレステ3年より長いミリ下ミリ下も3年より長いよねさすがに6の時に シックスライブの時に始めて、今年がテンスライブ来年がテンスライブだから、絶対3年より長い。シャニマスも、シャニマスも3年より長い。で、バンドリはプレイしたことがない。ウマ娘って、3年もあるウマ娘。アニバ。まだ3年もないよね。2周年だね、今年ね。3周年迎えてない,迎えてないよね。 じゃあ、3年より長いは嘘となっちゃうから、えー、2年より長い3年以下かなそしたら、ウマ娘は。2年より長い3年以下。プロセカはプレイしてない。プリコネは、プリコネも結構長い間やってたよな。プリコネも3年より長いのかな。3年やってないよな。まあいいや、でも。3年ぐらいやってただろ。2>, 2年弱。2年弱 までも直近も一応あの直近のログインもあの含めてくださいって書いてあるから一応3年より長いにしとくプリコネって3年以上やってるよねさすがに5周年キャンペーンだから大丈夫だ FGO はプレイしてないブルアカは本当にまだ1年もやってなくない俺がブルアカ始めたのっていつ半年くらい前4ヶ月より長い7ヶ月でいいか エブバンはプレイしてない。で、ニケは1ヶ月以下。よし。えー、以下のアプリゲームをプレイしている方にお,お、お伺いします。1日あたりどのぐらいの時間以下のゲームについて遊んでいますかやバレる俺が、えー、15分未満、15分未満。シャニマスは日によるんだよな。草。ニケ、最初だけ。シャニマスは、あれによる。 ほとんど俺がログインしかしないのがバレる <laughs> ほとんど俺が <laughs> えー、シャニマスはまあもうちょっといやでも正直毎日1日あたりどのぐらいの時間って言われたら15分未満だよねシャニマスもでもやるときはめっちゃやるからな次の質問笑うぞ嘘 ね難しいねこれね平均だとしたら3時間以上にはなると思うけどあでも3時間以上にはならないかな毎日3時間以上はやってないからな難しいなまあいいか1時間未満とかにしとくかあっち30分以上1時間未満ぐらいでしょ言うてうん、なんだかんだシャニマスや,やってるしちゃんと他のゲームは本当に15分未満だけど まなんだかんだ、シャニマスは30分ぐらいは、一応開いてないいつも、配信の画面で。次の質問。今以下のゲームについて、これまでどれぐらいの金額を課金しましたか覚えてねえよデレステとか多分100万超えてんじゃないのわら。え、デレステっていくらぐらい課金したんだろうシャニマスも、覚えてないよ、こんなの。覚えてないぐらいには課金してるよ、でも。 めっちゃ課金してるよ。全部のシャゲやってるシャゲ全部課金してます。いっぱい。そっちで調べてください。正直。いや、でもさすがにシャニマスは50万。な、デレステは絶対50万超えてると思うんだよね。れん、時間かかるからね。桁い,ってるいや、ワンチャンデレステは言ってるかも。らまあ、デレステは言ってるかも。 どれぐらいの金額を課金しましたかデレステはワンチャン3桁いってるかもな。当時のこと考えると。なんか俺前見た時に、なんか50、なんか前一回問い合わせした時に、あったんだけど、その時30万とか50万ぐらいやった気がするんだよな。デレステは絶対50万超えてる。100万はさすがにいってないかな。デレステは50万以上にしとくか。100万未満。 右下はそんな言ってないでしょ言うて。言うて5万から10万未満ぐらいじゃないいや、もうちょいしてる気がすんな。10万以上はしてるかな右下も。わかんねえ。結構してたよ、前は。結構してた。ちま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 。割としてた。ちゃんと右下始めたてぐらい、ハマってた頃は。 今は全然してないけど。でも10万いってないかなミリた5万以上10万未満。わかんねえ。全部わかんない。覚えてないんだけどプリコネは。プリコネ結構課金したでしょ。<laughs> 俺、シャニマスどんぐらい課金してんだろうでもあんましてないね。多分ね。シャニマス課金。多分。5万以上10万未満かなうん。 年に1万円以上課金してるかって言われたら、ライブとかも加味したらそれが課金にならないよね、だってね。ライブとかも含めたらめっちゃお金落としてるけど、ゲームだけって考えたら、でもあんまりシャニマスって課金してるイメージないな。なんかドバドバ金入れてるイメージないな。なんかちょっと足りないから、あと3万足りないからみたいなのはあるけど。いや、でも絶対10万以上はいってるよな。シャニマスも。 10万以上、20万未満。20万超えてるかシャニマス。20万超えないと思うけどな。まあ、10万以上にしとくか。わかんないけど。馬娘って俺課金した多分1万円ぐらいしてるけど。ちょっと持っとけ。20万から50万にしとくバレてるでしょ、向こうに。あれ、こいつ持ってますよってな。社内で噂されちゃう。少なく報告して、え、こいつ、少なく報告してるけど、もっと課金してますよ。 のが面白くないウマ娘ってどれぐらい一万 ?3 万な ?1 万円ぐらい課金してんじゃないかなウマ娘。してないっけ ?1 万円未満 ?1 万円未満か。プリコネは結構課金したぞ。言うて。3万以上5万未満ぐらいかなプリコネは。ブルアカはゼロ。ん俺ブルアカって課金した してない多分ブルアカはさすがにジャンタマにしてたジャンタマねジャンタマはないですあのシャニマスが意識してんのはデレステミリシタバンドリーウマ娘プロセカプリコネ FGO ブルアカヘブバンニケらしいですこれシャニマスが意識してる相手は アイドルマスターシリーズの中で一番好きなタイトルは何ですかシャイニーカラーズでしょニケに競合要素ないだろ。ニケに競合要素。おけつがプリプリするからじゃない。今、あなたが一番好きなタイトルはまあ今はシャイニーカラーズかな。申し訳ないけど。<laughs> サイド M グローリングスターズが入ってる。悲しいな。 シャイニーからずに毎月どのぐらいお金を使っていますかまたは過去使っていましたが、ゲーム、ライブ、グッズなど、携帯は問いません。あ、ゲーム、ライブ、グッズも含まれるので、毎月平均に出したらいや、結構使ってるでしょ、そしたら。ゲーム、ライブ、グッズ全部含めたら、まあまあ。ね、あるよね。まあ、1万以上3万未満かな、毎月で言えば。あ、それ含めるやつだったか。 毎月で言えばまあ1万以上3万未満になるかな平均でしたらそんなにゴリゴリ課金はしてないからまあでもグッズとかも買うしなはいオッケー登録よしアンケートボ応募しました選ばれし8000人になれるかどうかは神のみぞ知るということであの一つこのアンケートボ応募 アンケート終わった後のページに言いたいんだけどなんか書いてくんねありがとうございました閉じるとかさこの画面でどうしたらいいかを書いてほしいちょっとこれはユーザーフレンドリーじゃないよねご回答ありがとうございました <laughs> このなんかこの後閉じるとかさ欲しいボタンが思いましたよし応募しましたぞ当たれ頼む お願いします当たってください発表はいつだなのこれ5月17日以降を予定していますって抽選結果の通知はじゃあ楽しみだな5月17日がいやーでも面白かったね楽しみだねあっ <laughs> 選ばれてプレイ動画出したら伸びるぞね可愛い,い。素直に楽しみ。あ,あもうこれがこの <laughs> これが出る前に俺応募しちゃった超楽しみマジでから一緒に頑張ゲーム実況動画上げよう 上げていいのかなテストプレイの動画ってまあアイマスあの二次創作者に優しいからゲーム実況とかにも許してくれると信じたいしかもこんなシャニマス俺だって初日からやってんだよシャニマス そんな人間をさやらせないっていうのはさすがにねシ<ン>ャニマス初日からやってる人間なかなか今でも残ってないでしょ最初の1年な初日にリセマラして1年放置してわいいポイトちゃん ううううううう当てますてか、全く触れてないけどことかコドコトカちゃんの CM え、何コトカちゃんの CM ってうわ持ってないあー、てんちゃんあれアマナちゃんだ双子の名前を間違えるなんて最低叶えてゴールドフィッシュみたいな名前やった気がする かわいいよねもうそっから覗くなよこのでもさあの水につけた瞬間穴あいてすぐそっから覗いたらあの金魚汁が手に垂れてきそうだけど心配おいめっちゃ出るねおい持ってるジュリちゃんサンライズおいおい金魚汁わらわら 臭そうじゃない水が垂れてきたらケーキいいけど全部持ってました残念限定に SSR チケットおい何が入ってるか見ようひななはひななまずひななチェック入ってませんうじょうは入ってませんじゃあダメです <laughs> えっうじょうも入ってないって相当じゃない いつの限定まで入ってんのこれ。じゃあ。相当古いぜ、ウジョウって。限定入りといえど。結構古い。もう、みんなウジョウ持ってるだろっていう判断。<laughs> 確かになるほどね。ウジョウもはい、1年目とかのかな限定がじゃあ。持ってない限定出ろ。PSSR40%。はい虹色のカーテンいやー。これでウジョウがない,ないっていうのがチャンスねえな。おお これは工場え、れこれって、限定じゃなかったっけあれこれ、工場工場,工場か。持ってます。残念。持ってる工場ほど、いらねえもねえからな。限定入りチケットで。はい。終わりー。いや、超楽しみ。見よっか、もう一回。いろいろ見れたよ、動画。これすごいね。 手がちょっと心配だな手もうちょいでかくてもいいと思うんだけどまあウマ娘のが上だなそれに関しては申し訳ないけど正直ウマ娘は比べちゃいけないぐらいクオリティが高いでもめっちゃクオリティ高いと思うあその ゲームの中でいっちゃうんじゃない ?MV のクオリティの高さで言えば最後を超えれるわけないだろ。ぐらいはある。めっちゃしかも可愛い違和感の中がすごい。めっちゃクオリティ高いよ。マジで。 あとおっぱいがめちゃめちゃでかい指がちょっとな気になる <laughs> 指以外完璧なんだけどなあと腕の細さ腕がちょっと全体的に あの、俺に気づいてないひ和りちゃんめっちゃかわいい。して,くれるしてくれるかなかわいい。<laughs> めっちゃかわいい。ほんとにダンスが全く一緒ですごい。ライブとかと。いいね。 これもあれだね最後の場面いいねこの後ろから観客と空を映すっていうシ <laughs> ャニマスっぽいわ意識高いね意識高いいいねマジでめっちゃいいねこれマジで可愛いんだけど すごくないこれ本当に動かせんのこのクオリティで。早く見してくれよ。ひななを見て。こいとちゃんも見て。<laughs> これ見してくれ。これ見たい。このクオリティで本当に動くのだとしたらすごいよ。超可愛いよ。シャニソン。で買いのシャニソンすごいぜ。<laughs> シャニソン。 翼プロも 3D になってるしペットショップもちゃっかり下のペットショップの店員をスカウトするみたいな,ないのかなただ思ったより以上に雑居ビルの一室になって笑っちゃう翼プロこのこの扉って玄関の扉じゃなくないこれどっちかっていうと部屋とかの扉じゃない玄関感なくないめっちゃ玄関ってもうちょいなんかでかくないドアノブとか 本当にここにこ会社は行ってるのかなってところにある会社みたいに <laughs>、ね、かわいいめっちゃかわいいめぐるちゃんポロシャツピチピチすぎじゃない <laughs> なんかあんまりイラストだと気づかなかったけどどんなポロシャツ着てんのこれこんなんで学校こしたら犯罪だろ同じクラスの男子たち大変なことになっちゃうぞ 犯罪だよ。土 <laughs> <袋> <laughs> かわいい。うん、全員ルカまでいるって。めっちゃすごいよ。わ、手振ってるよ。ファン様で、わすんごい角度。マジかよ。 開発中これからもずっと日比重か,か,かっこいいよね、えー、見守りますこのさ一部有料のコンテンツがありますってずるくない ?8 部ぐらい有料のコンテンツだろまったくほらみんないる 超ほんとにかわいい、このひななちゃん。ひななちゃんと、こいとちゃん。今、こいとちゃんって言うつもりでひななちゃんって言っちゃった。意識がひななに持ってかれてた。これマジでこのクオリティで 3D モデルなのほんとに作れんだ、そんな。これでキャラガチャ以外にもイベントカードが装備扱いで別にはいや、あるでしょ、絶対。公式サイイトトめっっちゃイラスト載ってるらしいぞマジであれでしょ、原神の武器みたいなさ、 ななるんじゃないの武器ガチャとその髪型ガチャとさキャラガチャで全部ごっちゃになって出てくるみたいなありそうじゃないえありがとう言われるだってほらキャラがこれだけですよ皆さんこれがシャニマスです皆さんキャラがこれだけ この1枚。こんなに大きく絵を使ってのにほとんど空の絵です空間の使い方うーんうわーすごいおあうわーなんだこれおいなんでかイ人ちゃんの顔が切れちゃってんのちょっと みられてるなんでこいとちゃんだけあのもういない人みたいになっちゃってないこれねえこいとちゃんだけもうここに存在しながら人みたいな感じになってないなんかちょっと厚塗りっぽいのかな絵のタッチが重厚感あるね小いとちゃん優等生なのにそのスカートの短さは無理だよ優等生は 短すぎるだろ、こいゃんみんな別々の弁当食ってるああそうなの意識してんのかな絵柄もこれ全員見るんじゃんちょっと待っておい待て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 おいおほおおおほ <laughs> あらーかわいすぎええめっちゃよくないイラスト なんかほんとさっき高山が言ってたけどその一部というか今にも動き出しそうみたいなほんとに一部を切り取った感じあるね絵の絵の一部を切り取った感絵ってか映像の一部を切り取った感、うん、あるねすげえ これいつも誰目線なのこれ。誰、誰目線の画像なのこれ全部。<laughs> 俺だとしたらすごいとこにいない俺。しゃがんで、しゃがんで見てるよねこれね。あら、あら、チー、あら、チー、あら。高山注文多くて悪いけどデイリーミッションは あのめっちゃ簡単にしてほしいデイリーミッションはチーユー階段階段級じゃないチーユー何これ俺プロポーズでもしためちゃめちゃ階段級じゃないチーユー大丈夫それああこれね だってこれ、俺だとしたら、もう、完全に小糸ちゃんの足下半身しか見てないよね。俺の視界だとしたら。それぞれの下半身しか見てなくないこの、顔の、顔を見てる位置ではないよね。目線が。みんながこんなに足出してるから。ちゃんと、全員、別の弁当を食ったり。ね。学校でこんな弁当食うか。ね、学校で、あんま学そ、そういえばそうだね。学食っていうよりは、なんか、コンビニ弁当とか。 の感じあるよねのり弁食ってる小糸ちゃんなんか飲んでるなんでこれ小糸ちゃん顔写してくんない,いんだろうひななかわいいワ行ってくるね行ったのかな俺にイヤモニをつける前のかっ,こよかっこいいねめっちゃこの空気感がすごいね埃りの感じとかもみんなニコナムの画質悪いから見えないかもしれないけどすごい細かい 埃が浮いてるわおルカちゃん背中そんな背中愛いしたのルカなめられるよ妖怪鎖骨なめにあ違う肩甲骨なめにねなシャニソンはちゃんとひななとこいとちゃんだけにしますいやわかんない無理だと思う多分んあまなちゃんも好きだし さっき見たやつかえー超楽しみなんですけどシャニーソン鏡もちゃんと描写してるのすごいなシャニーソンえ鏡ちゃんと描写してた一年前に触れてたぞ ハイケの色が録も今まだし。いぞ <laughs> え ?2022 年。何それすご。詳しく。ツイッター見たらあるかなえ、俺絵うまくない ?1 年前。本当だ、ソングフォー,フォーこいつすごいな。なんでシャニマスなのそれ。いくらでもあるじゃん。ねえ、よくシャニマスだとわかったね。バンダイナムコはソングフォープリズムの商標登録。 へえバンダムがソングフォープリズムを商標登録しただけで <laughs> えー、すごいな当たってたんだな <laughs> バンダムがソングフォープリズムを商標登録しただけでシャニマスって思うのすごくない別に全然関係ないアイマス関係ないゲームの可能性もあるのになちゃんと当たってるのすごいわ 優秀えかわいいほんとだ鏡も描写されてるわすごいね鏡描写ってだって多く1個多く 3D モデル置いてるのと一緒だからねねえ最近はでもそ,そういうもんじゃないのかなちゃんと鏡を。 何回でも見れる。<laughs> クオリティが高いので何回も見れちゃう。しかもなんかさ、このモーション的に、あの、ちゃんとなんだろう、ダンサーさんがいるというか、モーションキャプチャーっぽいモーションしてる。

全部使うのかなせこのこの割り振りで今だと6個か固まっちゃった,たださっき俺自分で手でさ動かしてみて思ったんだけどさこのさ 音に合わせるときとさメロディーに合わせるときとリズムに合わせるときでノーツがずれんのがすごい俺できない <music> むしろむずくないだとしたら こことかはメロディーに合ってるけどこの急にここでリズムに変わるメロディーのところとリズムのところでノーツがい一貫しないのすげえ苦手なんだよねたまにこれ中真ん中だって言ってたねこれ今の「瞳の」とかさメロディーに合ってるけどさ

埋め込みまくるから、気にしなくていい。なのかな。で、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 で。これ二個ぐらい足りないの、俺の中で。そのせいでリズムが。乱される。そのメロディーに合わせて、ノート叩くところと。あ、そういうこと。リズムに合わせて。 ノーツ叩くとことメロディーに合わせてノーツ叩くとことが2種類あるからすごい変なタイミングで叩かなきゃいけなくなるタイミングもあってキモい絵、えー、めっちゃいいななんかそうだなんかやっぱ一貫してるのこうやって並んでみると絵のタッチが一貫してるというかマットな感じがそうだったっけマットな感じがする全体的に塗りが別の石なんかな 塗りの指示があるんじゃないこれマジかわいい壁紙にしたいけど小いとちゃんの顔が映ってたらもうちょいこれ足をみんなか見せたすぎてさこの構図に対して小いとちゃんの顔切るのはさすがにナンセンスこいとちゃんの顔映ってたら壁紙にしたかったんだけどな上の弁当優先弁当優先しすぎて弁当と足優先しすぎ変態ですいや超楽しみマジで 早く早く早く出して当たってることいろいだろうシンデレラマスターまだ見てないの何シンデレラマスターってソロかあ見たよあれしょ小いちゃんじゃねえや琴とちゃんとまきのんとひかりちゃんだっけが出るってのは見たツイッターで。 <laughs> まだ MV 見てない出たんだっけ MV 光のが出た光のが出たえサ SASUKE41 回大会の出場者募集してる出ないと ようせっかくだしヒカリちゃんのソロ。俺ヒカリちゃんのなんかかっこいい SSR 持ってなかったっけあそうだ。うん、無料じゃにやってるっガーての。シンデレラガールズ イェイイェイイェイえー、えシャルワイトペスカパチュペペスえひちゃんのソロそれはずるいね。 ピゃぴピぴゃピュアピ,ュアピ,ュアピュアなんだドレスショーケースってうわめっちゃいい絵うえうわ何その格好えー、ボストンプソン持ってる <laughs> やばギャングが持ってる銃ね年洋画とかでうっだ衣装投票も見ろこのいいな欲しい めっちゃ髪型かっこよくないちょっと待って <laughs> めっちゃ髪型いいなうわーうわーすごいジュリアみたいうわーすんごいあのなんだっけたくみんもたくみんもあったよねマフィアっぽいやつうわあ10ここに丸見えなとこに刺す必要あるこれ隠すためにこういうとこに入れるんじゃないの10 丸見えじゃん。銃刀法違反で捕まっちゃうよ。超かっこいいな。当たんねえかな。てかバリサのブランフェスでもいいけど。でろうんチチチチチおおおおい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  !5 枚のロードだろ今のはいこれがフェスです。5枚だろ今のロード。5枚。頼む。来てくれ。お前ちゃんはい 枚,枚ヘレンヘレンカラノ2枚未ッシでしょーバリサトトモエちゃんバリサトトモエちゃん,ちゃんいけはいはい <laughs> んニッタミナミあ南ミナミちゃんの別言だやった持ってねラッキーど,どんな衣装これ女神は朝焼けの 海にーーラッキーじゃああとはともえちゃん出すかあともえちゃんきたともえちゃん SSR の前ともえちゃんはこれつまりそういうことでしょねえありがとうともえ漢字一文字あれ川島ミズキさん大人が 大人が攻めてきます皆さん <laughs> フェスゲームめっちゃ出る <laughs> 強っ動いとるこんいんだ,本当だめっちゃいいなこの絵クールな大人が別に大人じゃねえかあのー、みんなめちゃうわダかよおめ。やったプレカやめっちゃ引きいい <laughs> でもなんでピックアップじゃないのっていうプレミアムカットだし本当だ。だめ,めっちゃ引き強 フェス限り引きすぎだろねえでもクールです俺があんまりテンションが上がたいのはそういうことです <laughs> 投票があんだっけっっ何投票ってそんなのあんの <laughs> 何の投票っつった <laughs> 衣装投票何それこれがドレス商品ああさっき言ったやつか あ、今年のカウントダウンライブに向けてなるほどね今年の年末の衣装をはい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 えこれ実写 <laughs> もうモデルできてんじゃんと思ったら違った実写だったうわこれ超迷うじゃんうわうわブランニューシーズンズもいいえこれえこれ何の衣装こん。まるで実写 いいうわこれもいいなこんっ <laughs> ブランニューシーズンズ」超好きなんだようわ全部いいじゃんあーうわこれ選べねえやべえこれ一択だと思ってたけど俺ドレスダウンダンサーズいやこれもあんのか「ブランニューシーズンズ」とか周年ライブだけじゃないのかこんしてそんなにいいか え、コンステ俺超好きなんだけど。え <laughs>、コンステ俺めっちゃ好きなんだけど。コンステ超かっこよくない俺だけコンステの衣装好きだったの。<laughs> なんかコート見ててかっこよくないモデルできてんじゃんと思ったら全部え、順位,けて順位はね、いい正直。正直俺ブランニューシーズンで1位。これ、これだわ。俺1位は。 これマジでずっと好きなんだよこれの衣装これの衣装マジで好きこれ1位かなこれマジで可愛いで2位がまあさすがにドレスダウンダンサーズこれ不遇だから日の目浴びてほねえあんまりなんかライブで見れないよねこれジョブランニューシーズンでしょめっちゃ可愛いのいのにねこれもったいない本当に 超かわいいのにブランニューシーズンズで2位がドレスダウンダンサーズで,で3位で並んでピクシーケープとコンス,トコンステレコンステレーションナイトかなであとはまあ同じぐらいみんなかもなく不可もなく 1ST2ND のシソ感 <laughs> トロピカルってゲーム内にないんだっけ これこれ何の時のやつトロピカルカーニバルって。テンスアニバーサリーの。ああテンスツアーのトロピカルランド。そうかそうそれもあったな。まあでも俺はブランニューシーズンズかな。さすがに。登場順にできるんだ。えー、ファースト、セカンド、サード。フィフス。フォースはそうか。個別衣装だったもんね。 これテレミディピ p t マーチね。いやでも俺はブランニューシーズンズかなみんなをブランニュー。え、どれあ、これか。あこれレアなやつでしょ、めっちゃ確か。ほぼ誰も着てないみたいなやつだよね、これ。これめちゃめちゃレアなやつだよね。着てる人超少ない。衣装。 このニコ生時ぐらいしか。誰も知らなかったやつ。ねなんか、あと一回来てたよね。なんか、俺もその時知った気がする。なんか、その後の、なんかで一回来てて。何これみたいな。いや、俺はブランニューシーズンズだな。テンスファイナルだっけあいや、でも、やっぱコンストレーションナイトかっこいいなこれマジで俺好きなんだよね。かっこよくて。 迷うわこれ最下位は最下位はまあファーストかな <laughs> 最下位っていう言い方もひどいけどやっぱどうしても今の新しいやつに比べるとしょぼいよね、まあ、やっぱエモいのはあるだろうけど思い入れもないしまあそうなんだよな結局俺フォースからだから見始めたのが いやー、でも俺はブランニューシーズンズに投票かな。これどうやったら手に入んのなんかやることあるえ、ファーストって裏あんのライブを成功させよう。あ、これ何マックスでみんな、一二そんなにいっぱいもらえないのかななんか毎日1枚とかじゃないんだ。 ミッションが 色々楽しみがあるなアイドルマスターの中でもよしオッケー楽しみですね何あ忘れてたそうだ <laughs> それを見に行ったのになんか別の <laughs> それを見に行ったのに別のものに乗っ取られた今完全に意味なかったな

コミュニケーションを取りましょう。え、なんかすげえ久しぶりな気がするソロコミュ見ないけど。 どんだけ見てないのかないやでもちゃんとあのデレステは一応見てるよ最新まで「サイン・オブ・ホープ」えかっこよさそうあなんかゴリゴリのあのヒーローソングかと思ったら結構爽やか青春系な 音がしてるね神はの実力もっとゴリゴリのヒーロー系かと思ったけどホントだカラス屋サーボーだねえそっち系のあれかと思ったけどリリ普通にかっこいいあそういう感じもある なんかそのゴリゴリっていうよりはちょっと最近の特撮っぽさもあるかもそのゴリゴリのね特撮のなんかスーパー戦隊みたいなのではなくてわかりやすいそのなんとかレンジャーとかみたいなのじゃなくてめっちゃよくないこの曲 <laughs> この曲超かっこいいんだけどそうだね確かに砂防 <laughs> だから悪いなんてことはねえんだったえ <laughs> めっちゃかっこいい わいいねこれしかも泣き曲系だ超爽やかあこっち系で来るんだ これ今連打してくれたらいいなって思ったら連打してくれた思った以上に連打してくれるしかもうわこれめっちゃいいさすがカラスやもっともっといやあれ最後連打してくれるパターンだと嬉しいなって思ったけどそう普通のサビでは2回しかやらないみたいなやつが。 後半最後のラスサビで連打するやつめちゃめちゃ好きなの分かってるねサボーさすがサボーだわマジでマジで <laughs> V 見ましょう俺なんかかっこいいなんじょ嬢ちゃん持ったなかったっけあ今何でも見れるんだえー何だろう俺1枚目以外全部持ってんじゃんこれあの めちゃめちゃエグい光ちゃん持ってるんでエグいってかのロボみたいな光ちゃんえこれどれが一周目のがいいのかな SSR せっかくだったら持ってない SSR で見るか一周目 SSR キャンペーンで見れるから今年のプラチケ候補を探すキャンペーン <laughs> 作曲3人なんだ いないどこにいないじゃんバグバグ,バグ,バグわー出てきた下から <laughs> すげえあれライブでやりそうだな下からビュンって出てくるやつシ <laughs> ャニマスみたいだと頭 <laughs> あちゃ頭めちゃめちゃでけえな あロリキャラか一応ひかるちゃんってあそうなんだめっちゃかっこいいこの曲いやこれライブ楽しみだな今からでも。 めっちゃいい曲だなこれ <laughs> めっちゃいい曲じゃないこれ爽やかねめっちゃ元気出るこの曲わあすげえわあすごいひかりちゃんそんなことできんのライブで再現できるかなこれすごい。飛べるんだひかりちゃん ジャニーズとかでやる演出のやつ。<laughs> ワイヤーアクションすごい。すげえ。飛べるんだ光ちゃん。すげえ着地もスムーズ。ええー、すぐ進化するねデレステの MV。水着なのもよく飛ぶの。これ観客が言うのかなもっ,もっと。DMR も飛んでた。あ、そうなんだ。 えめっちゃいい曲これなんかあんまりわわすごい最後5色出るかあんまりさあのー、好みのキャラじゃないソロ曲ってそんなに聴かないけどこれいいわめちゃめちゃいい超かっこいい キャラも好みになれ。<laughs> ありがとう。日本見たわ。ええー、曲めっちゃいいわ。MV もすごかったけど、MV の印象より曲のがかっこいいぞ。まあ、拠点の主張は別に、拠点じゃん。<laughs> いやー、面白かった。 ああね、またね、なんか、ななみちゃんとみくちゃん出るよね。あの一人、仰天、ま、仰天も言うても、一年ぐらい前。なんかずっと、毎日のように仰天シーワールド聞いてたから、最近のことだはなんか3ヶ月ぐらい前のイメージだけど、結構前、もしかして。<え>みくにゃん、んなみくにゃんとななみちゃんっつったら、もうやっぱりね、仰天のメンツだから。 またこの二人かって思ったんだけど俺よく考えたらそんなに最近じゃないかもしれないよく考えたら <laughs> めっちゃ前かもしれないまあ、ということでえとてもいいものを今日見させていただいたんでまたぜひえこれからのアイドルマスターに来たいということで一旦 この辺りで配信は終わりにさせていただきますこのあとゲームこのあとゲームしたいのでまあでも8時かやりたいことがいっぱいあるわちょっとなんかチャージ休憩してチャージしてまたツイートしますので、えー、よろしくお願いします それではおつでおつご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうお疲れ様です<つ>ありがとうございました